はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回は This is the Police 169日目、12月30日の月曜日、続きをプレイしていきたいと思います。逃亡した囚人、不動産屋に扮して空き家に潜伏。これ何日か前かに州の刑務所でね、看守を何人も解雇したんで人手が足らないよっていうね、ヘルプの要請来てましたけどね。逃亡した囚人って聞くとなんか関連性を疑っちゃいますけど、続いて性的マイノリティ活動家、市内でプライド行進を計画。プライド行進って何なんだろう、ちょっとごめんなさい、無知でわからないんですけど、打ち上げられた巨大魚に科学者も唖然、まあ、どんだけでかかったのかっていうのにもよりますよね。さあ、では続きをプレイしていきます。169日目ということで、この This is the Police は180日間で50万ドルを貯めるっていう目的になってるんで、もう残り10日ちょっと、まあ、11日間っていうところになってきてるんでね。さてさて、ハンキーですが、私のバンドが病気の子供たちにチャリティーコンサートを開くんです。休暇を取ってもいいですか。まあまともな理由だな。ゲイ、今日は付き合いでまともな仕事はできなさそう。ダメだ、今日は出勤しろ、たまにはゲイ。所長、息子がひどい病気にかかってしまいました。すみませんが帰宅してもいいですか。まあ、これは帰っていいよ。腕章はゲイ、お前にこの腕章をやるから、袖章か、袖章をやるからしっかり働いてくれ。事故を起こす可能性があるんで極力派遣はしない方向でいきましょう。ゲイは、それにしてもひどすぎるよな、ゲイの勤務態度、いくらなんでも。謝礼6200ドルで、葬儀は行った、死にましたからね、ケネディが。支払い完了を、タレコミ屋に週休を払った。まあこれはいいでしょう。じゃあまずは発砲事件からいきますか。高校生のオーガスタス・オコナーは2丁の拳銃と1丁のショットガンを持って登校。鐘が鳴ると授業に出向き、ドアを閉め天井に向かって2発発砲。校長は警察に通報し、オコナーは同級生たちの間に問題を抱えていたと話した。普段からオコナーはいじめを受け、容姿や名前をからかわれていたという。オコナーと、どうなんでしょうね、オーガスタス・オコナー、ちょっとどの辺がいじられる対象かよくわかんないけど、本来はとても賢くて穏やかな少年、しかも勉学面でも素晴らしい成果を出していたものの、こんな事件を起こしちゃったんだな。そしたらここはマイリーにゲイ、さらにスワットチームを出しておきますか、一応ね。で、まあそう来ると思ったんで、そうなるとフィッシュバックで、続いて喧嘩騒ぎですね。最近離婚したコリン夫妻は自宅を売りに出している仲介業者が見込み客に家を案内していた時、コリン夫妻がつまらないことで口喧嘩し、キッチン用品を投げ始めた。言い争いをエスカレートし、仲介業者が警察に通報。まあ大した話ではないな、血は喧嘩であれば。さて、襲撃の方はじゃあボーターに行ってもらう。で、さらに前回の襲撃の情報ですね。池の元管理人の話です。ある時釣りをしようと友達を誘って池に行った。ボート乗り場に座ってテキーラを飲みながら釣り糸を垂らしたんだ。すると池の底の何かに糸が引っかかった。潜ってみるってのはすごいな。外れた下水溝の格子に服が引っかかっていた。このことを上司に言うと逆に池で遊んでいたことを追記されてしまったんだということなんで、まあ池にね、侵入犯を置くっていうのはありですよね。水中突破隊員を入れておくっていうのは正解ですね。今池に2人、2部隊っていうのかな、2隊員っていうのか、いずれにしても水中突撃隊員を入れています。アレックス・ボーダーが死んだか。いやマジで不審死多すぎだろう、どういうことだよ。襲撃の方は大丈夫なのか、ちゃんと情報が集まってりゃいいんだけど。ゴーストハンター、聖ヨハネ大聖堂に通じて大量の黒い霊的エネルギーが流れ込んできているというのに、なぜ警察は何もしてくれないんでしょう。間もなく反キリストが誕生します。屋根を通過して昇天し街全体を見下ろすのです。ってことは聖ヨハネ大聖堂の上に狙撃犯っていうのはありなんだな。今狙撃犯置いてますね、そう、聖ヨハネ大聖堂のところに置いてます。
まあね、ロジャーズを襲撃するっていう計画を参加するって決めた以上は確実に成功させないといけないですからね。ゲット地区、母親が隣人に毒殺されたと興奮した様子で男の子から通報。隣のおじさんがお母さんのグラスに何か入れたんだ。お母さんが動かなくなっちゃった。起こそうとしても起きない。これはねちょっとわからないけど一応派遣しとく。ゲイは出せないんで、ディクソン。まあなんか薬の類だと思うんですけどね。神からの試練。状況は思ったより深刻ってことであれば、レイグッドを派遣して確実に事件を裁きましょう。で、ここに来て今更感あるんですけど、労働組合4万5000ドル払ってでも、変な事件が舞い込まないようにしましょう。4万5000ドル払います。もうちょっと前から払っておけばよかったんですけどね。喧嘩騒ぎの方は、事件解決できてないの？フラワーズとバンダル、2人でダメ。まあ、バンダルが150以下ではあるけど、解決してほしかったな。これは無理。ボイド所長、私は神父としての務めを果たすため、様々な土地に出かけていかなければならないわけですが、移動中はできるだけ快適に過ごしたいのです。このことから信徒さんたちは教会のために数台のジープを買ってくれました。そう、天使の羽のように真っ白なジープです。車の整備や隣の整備工場が必要に応じて行ってくれることになりました。ところがオイル交換を行ったその境に1台のジープが慢性のエンジントラブルを抱えるようになりました。私は整備士の一人が妨害行為を行っているのではと踏んでいます。そこであなたの部下に来ていただきたい。油圧プレスの助けを借りて整備員たちに伝えてください。神のしもべを邪魔する悪魔には必ずバスが下ると。いやこれ単なる車の不良なだけなんじゃないのっていう感じがしてならないんですけど、いずれにしても5人は出せないんでスルーせざるを得ませんね。で、40万ドルまでせっかく行ってたんだけどな、36万ドルに減ってしまった上にあと10日間しかないんで、なんとか金の稼ぎ方も考えなければいけませんね。公然わいせつ。クロンカイト夫人が孫と一緒に公園を訪れた際、けがらわしい光景を目にした。全裸の集団が素敵な公園の真ん中でセックスをしていた。うわー最高だな、もうこのベンチには一生座れないと投げた。セックスは森を救うの会に所属しているというスウェーデン人活動家の集団も目撃されたという情報も入った。彼らは公然の場で性的活動を行うことで森林伐採やジャングルの生態系消失について関心を強めようとしているのだ。いやこれはね、矢が王でも関心集まりますよ、こんなことされたら。しょうがない、ゲイを出すか。ゲイ、事故だけは起こすなよと思ったら言ってくれないわけね。じゃあ期間を待ちましょう。11秒あるんで戻ってこれるかな。ちょっと微妙なところですね。殺人事件の方の報告、これは二日酔いの薬だったか。二人もったいなかったな。間に合う？2、1。間に合わなかったな、しょうがない、スルーだ。フリーバグ中央機の人質、人身売買ですね。何？レイグッドにマイリー、ゲイ、3人一気に死んでる。マジか。いや言葉が出ないな。密告者によると性的奴隷として売られる女性たちを選んでいるコンテナが運んでいるコンテナが鉄道の駅に到着。その荷物は厳重に警備されている。マジか、ショックでかいな。3人一気に喪失か。大丈夫かなこの先ね。市長を敵に回すことによるこんなにも犠牲が出るとはな。フラッシュバック以外死にましたね。スワットチームを出してこのざまだからな。新人物の方は、路上に不審な男がいると女性から通報。家まで後をつけられたらし、あと少しで玄関に入ってきそうだったの。まだ家の前に立っている、窓から見えるの、早く対応してちょうだいと言われてもね。今警官がゲイしかいないんだよ、ゲイしか出せないんだよな。新人物が合法であることを祈るしかないけど、誤報でしたね。普通のプログラマーよかった。もう事件いらないけど、いやシフト A の方が壊滅しますねこのままいくと。武装強盗事件、だらしのない身なりの男が年配女性のバッグをひったくって逃げた。年配女性が何とか追いついて捕らえようとすると、男は銃を取り出して女性の腹部を撃ち、
廃屋に身を隠した。あのチンピラはまだ廃屋にいる。そして外にアルコール依存症が自分のシャツを破きながら俺が素手で黙らせてやると言っている。なんかよくわかんないな。まあでもここはディクソンにボンズ。さて、警官に気づくとほとんどの警備員が武器を捨てて降伏。一人だけは発砲して鉄道車両の中に逃げ込んだ。そこで囚人たちが人質を取って立てこもっていると思われる。車両に手榴弾を投げ入れるか、テーザー銃を構えて車両に入るか、直ちに出てこい、息の根があるうちにな、という。これが一番まともだな。まあ、フロリドを出した甲斐がありましたね。レイグッドも死んだが、ついにレイグッドもだいぶ長いことね頑張ってくれましたよね。不法の集会はティカスタワーです。解雇の噂を聞きつけて数百人もの従業員たちがティカスタワーの正面に集まった。そして何者かがガラスの瓶を建物内から群衆に向かって投げつけると激しい乱闘が始まった。先制攻撃したのは建物の中からなんですね。彼らは死ぬまで戦うつもりだ。クラブだけではなくて銃を持っている者もいると目撃者は話した。とはいえこれ2人じゃ絶対言ってくれないでしょう。そうだよね、わかるわかる。ちょっと待ちましょう。とはいえ戻ってきてくれる気配はないんで、しょうがないよな。レイプ事件の方は新しい写真が見つかってるけど、まだまだちょっと数が足りないんでスルーしましょう。薬物所持の方は写真がそもそも新しいものがない。12枚ぐらいなんですよね、きっと写真の枚数がね。ティカスタワーの方では市民に死亡者が出てますね。レストランワイズドラゴン。コンボとナイフを手にした多数の男たちがレストランを襲い、あらゆるものを破壊。邪魔をする一般市民も標的になっている。警察に通報した支配人によると、この男たちは何かを探している様子とのこと。これも二人じゃ言ってくれないんだよね。フィッシュバッグとゲイ、二人で言ってくれる？わかるよ、言ってくれないよね。あと何秒。うわ、武装強盗の方は逮捕してるけど、レストランの方は市民が死んでるね。いやー、今回市民にも多数の死傷者を出した上に警官も一気に3人死亡っていう大ダメージだな。シフト A チーム。さらにボーダーも死んでるんで4人死んでるんだな今回。めちゃくちゃ死んだな人が。はい、というわけで一挙に署員4人を喪失しましたけど、なんとかね年越ししましょう。次回は12月31日になります。170日目ですね。続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。